のこんにちは、ゆんです。今ね、家族3人仲良く起きました。なんか手が見えたね。直帰しただけ。なんか起きたらすごい鼻詰まって、ちょっと鼻声じゃない？あ、ちょっとね。ね、いつもよりちょっと声が変かもしれないんですけど、許しください、ということで、今日は3人で仲良く、本当ほぼ同じ時間ぐらいに起きてね、コルク抱っこしてリビング来て、私はせっせこね、コルクくんの離乳食を、朝ごはんを作って、朝ごはん終わって夫婦のね、朝ごはんを作りまして、こんな感じ。私がご飯をね、作ってる間に、シルクくんは爬虫類のお世話をしてました。朝はいつもね、ププちゃんのお世話とか、そういうお世話にね、バタバタしてます。朝ごはん私が食べ始めたところなんですけど、もうりょうくんは食べ終わってます。終わった。早すぎる。早食いなんですよ、僕。めっちゃ早い。目玉焼きをもうご飯の上に乗せて、そのままラピュタ食いって言って食べてた。いや、ラピュタ食いめっちゃ幸せになるのよ。みんなやらなかった？あれ。あのさ、パンの上にさ、目玉焼き置いてさ、ひとかじりして上のやつ全部で吸って食べんの。白米の上でもあれができる。一度はやるよね。そう、ジブリ飯美味しそう。あれってでも宮崎駿さんが、本当に食べてうまいと思ったものをやるんだって。そう、らしいよ。実体験からあれやってるらしい。めちゃくちゃ飯テロだもん。そう、分かってる。絶対さ、宮崎駿さんがさ、ショートやったら強いよ。強そう、確かに。ね、誰も勝てない。確かにね、食べてるだけでいいもんな。今日は朝ごはんにもひじきを出したんですが、夜もひじき出してます。うん、なぜかというと、シェルクくんがとにかくめちゃくちゃ食べる。ひじきないの？みたいな。舌大ジジイだから、これ舌変わるって言うけど、昔から俺舌変わってたのよ。そのお弁当の大サブみたいなやつがめっちゃ好き。今最近だと何が好き？お弁当のおかず。変なこと言うけど、下敷きになったレタス。味しみしみのね。そう、あいつめっちゃ好き。下敷きレタス。ゆきこだ。ゆきこの。なんで？俺の彼女がさ。いや、俺はさすがに小学校3年生すぎるでしょ。いっぱい喋る子は可愛いよ。どうだった？ママ、私ヤンキー。ヤンキー。なんか朝ごはん食べてるだけのさ、ちょっとオープニング撮ろうと思ったんだけど、話が弾みすぎて動画1本分になりそう。同年代のパワーです、これは。あれからちょっとね、飛んでね、朝ごはん食べて思ったより喋りすぎちゃって、メイクする時間がなくてね、すっぴんで出てきちゃったんですけど、実は今日はね、さっき動画撮ってて気づいた方もいらっしゃるかと思いますが、今またシルクくんが今日一日ねいてくれるんですよ。で、私も数日ワンオペの育児がね続いてて、自分のことが全くできていなかったので、自分のことをねしてきていいよってそう言ってくれたので、朝育児と夫婦の食事とかはいろいろバタバタとしてたんですが、午後からはね自分のことをしていこうかなと思います。美容でいいですね。こうやってね自分に使える時間をね作ってもらえることが本当に嬉しくて、周りの支えがあるからこそこうやって時間が作れてるし、みんなでねコルクを育てられてる、このなんか家族の一体感が私は親としても嬉しいです。本当にね、みんな自分の子のようにジージもバーバも本当に可愛がってくれるから、毎日愛に溢れてるもん。幸せだよ。ってことで、今からはね、もういつぶりだろう、マツパに行きます。今こんな感じなんですけど、わかる？目にね全然やる気が感じられないから、ギュインってまつげを上げてもらって、ちょっとくっきりはっきりさせてもらいたいなって思います。ってことで、マツパ行ってきます。マツパ終わりました。どう？なんか目がキュンキュンじゃない？ちょっと今ねコンタクト入れたのもあるんですけど、コンタクトに光がめっちゃ入るようになった。まつげ上がっただけで、ほらキュンキュン、あるかな、めっちゃ上がってるよね。いい感じ、めっちゃいい感じ。ということで、今から私マツパの場所と美容院がね同じ銀座にあるので、このままね歩いて美容院の方に次は向かっていこうと思います。髪の毛もねちょっと潤いが足りなくなってきたかなって思うので、チュルチュルにしてもらいに行ってこようと思います。それでは美容院行ってきます。美容院着きました。到着。おなじみのケイタさんです。お願いします。お願いします。お願いします。いつも通り
サラサラツルツルにしてください。かしこまりました。お願いします。もう私通いすぎてこれだけでオーダー通るんですよ。もう何でもお任せ。お願いします。もう私の髪を知り尽くしてる。お願いします。はい、頑張ります。どうもこんにちは。どうした頭って感じだよね。これいつもやってるやつ。あったかいの、この中が。髪にトリートメント塗ってぐるぐる巻きにして蒸して蒸して、これでサウナに入ってるって感じ。サウナみたいな感じ。わかんない、合ってるかわかんないけど大丈夫かな。ケタさんに後で怒られないかな。この状態でちょっとメイクします。今置いてるんですけど、朝からずっと動いててね、メイクする時間なかったからやっとメイクできる。私ほんとこの美容院どんだけ来るんだよっていうぐらいね来てるから、すごい頻度で来てますね。ちなみにコルクくんは連絡が来てね、今お昼寝中だそうです。かわいい寝顔が送られてきた。この状態でメイクする人なかなかいないよね。でもいつもねここの美容院ね個室を取ってくれるんですよ。もうほんと何でも好きなように過ごしてくださいって言ってくれるんでね、メイクさせてもらってます。ありがとうございます。メイクしてた。お姉様、そろそろ行かせていただいてもよろしいでしょうか。お、もう洗い流す。はい、 OK です。洗ってきます。面白い、もう面白い状態。今流してきます。どうなるでしょうか。今流しました。流しましたよ。流しました。もうケイタさんが洗いながらツルツルだ。髪の毛大好きなんだから。この人行くぞ。はい、頑張るぞ。お願いします。荒れやすいんですけど、あー、確かにアンチがめっちゃ多くて、うん、アンチマジゼロ。しかもこの洋服どこのやつですかみたいな。あ、よく言われる。で、知らない人がなんかこちらですって答えて、すごい、すごい、なんでわかるな。だってすごい、すごいっすよね。ゆんちゃんファンがすごい把握してるから、うわ、やばい、すごい、つやつや。終了です。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にいつもありがとうございます。今日も最高です。最高。顔かぶっちゃった。はい、完成しました。超上からアングル。見て、潤いを取り戻しました。なんか栄養補給をしっかりされたって感じ。綺麗。アフターも載せておきます、こちら。ドン。めっちゃ綺麗じゃない。ということで、ケイタさんありがとうございました。今日もありがとうございます。最高、天才、イエーイ。脱毛サロンね、久々に行くんですけど、私はもう授乳も終わってるので脱毛ができるということで、やっぱね、全身脱毛をするのが一番美容意識が上がると私はずっと思ってた。なんかね、毛が生えにくくなるだけじゃなくて、肌がプルプルになるの。なんでかわかんないけど、光当ててるからかわかんないけど、それがね、すごい女子力が上がった気分になれて幸福感高まるので、全身脱毛をするのめっちゃ好き。ということで、行ってきます。ということで、銀座ファインケアクリニックさんに着きました。新宿院に今回はね行ったんですけど、今から脱毛の方をしていきたいと思います。脱毛楽しみだな。久々なんですよ。妊娠出産もあったから、それが終わって美容デーができるのがすごい嬉しいですね。久々の脱毛行ってきます。見てください、こ
ここがね、パウダールームなんですけど、すごくない？めちゃくちゃ広いし、ライトアップされててね、すごい明るいの。顔が見やすいし、メイク直ししやすいよね。見て、リファです。皆さん、リファのコテとヘアアイロンがある。こんな高級なね、家電で髪の毛を巻いたりストレートにできるなんて。ダイソンだ！風が強いから助かるやつ。私も3台持ってます。スタジオ用と、プライベートハウス用と、実家。3台持ってるぐらい大好き、ダイソン。パウダールーム広くて快適。はい、ということで、今ね、脱毛をする前にカウンセリングを始めていきたいと思います。私が始めるみたいになっちゃった。よろしくお願いします。よろしくお願いします。カウンセラーさんとのお話ですね。はい。はい。私ちょっと聞きたいことをまとめてきたので、はい、いくつか聞いてもいいですか？はい、もちろんです。で、私の動画を見てくださってる方に学生さんもいらっしゃるので、そういう方々のために聞いておきたいなと思って、改めて医療とエステの違いって何ですか？一番大きな違いでお伝えしますと、はい、効果が一時的か永久的かの、はい、違いになりまして、はい、医療脱毛っていうのが厚生労働省認可の医療機器を取り扱っておりますので、毛を生やす細胞自体を直接的にアプローチしていくので、うん、もう完全に永久脱毛ができるんですけれども、エステだと表面上のアタックになるので、どうしても効果が一時的になってしまうので、期間が空いてしまったりするとまた戻ってしまうですとか、一時的に毛を細くすることはできるんですけど、完全に全く生えてこないっていう状態は医療の方が効果があると言われてますね。そうですよね、はい、私もエステも医療もやったことあるんですけど、あ、そうなんですね。やっぱエステだとちょっとしたら生えてきちゃうんですよね。生えてきちゃいますよね。そう、期間が空けば空くほど、うん、あれ、ね、みたいな、あんなに通ってたのに。あ、そうですよね。結構回数も通われましたね、はい、エステ10回ぐらい行ってて、医療も私は5回ぐらい行ってて、はい、やっとって感じですね。そうですよね、はい、エステだと回数が結構かかるのと、期間もすごいかかるイメージあると思いますね。もう年単位になっちゃうそうですよね、全然違いますね、はい、そこも、はい、回数が圧倒的に医療のが少ないですよね。そうですね、間違いなく少ない回数で終われますね、うん、今回数の話があったじゃないですか、はい、だいたいエステと医療で回数でいうと何回何回ぐらいで毛がなくなっていくんですかね。そうですね、エステだと通いたい放題ですとかっていうメニューがほとんど多いので。 ありますよね。言ってた私それ、はい、少なくても10回ぐらいで、多くても2、30回ぐらいはもう10年通ってますみたいな人も結構多いと思うんですけど、うん、まあ、やっぱりエステだと平均的にそのぐらいの回数で、はい、まあ、医療だとやっぱりもう圧倒的に少ないので5回ぐらいで結構しっかりツルツルになりますね、うん、おー。ちなみにその通院の間隔ってどれぐらいで皆さん通うのがおすすめですか？そうですね、だいたい月に1回の間隔でお通いいただくことができるようになっているので、本当にサクサク打っていただけますね。おー、はい、じゃあもう本当に早ければ5ヶ月で終わっちゃう。あ、そうです、もう本当に早く終わっちゃいますね。永久に生えてこなくなる。はい、そうなんです。早いです。早い、そうなんですよ、うん、私も最初から医療やってればよかった。そういう方すごい多いですね、うん、もう夏とかもね全然違いますもんね。そうですよね、はい、もうだから春ぐらいから始めれば、はい、夏のツルツルです。ツルツル、はい、ビキニで、はい、もうどこ見せても恥ずかしくないっていう感じです、ね、そうですよね、はい、で今から例えば始めれば春ぐらいには終わって、新学期とか、うん、新しいお仕事に就く方々とか新生活に間に合いますよね。まだ間に合います。はい、結構卒業式とかね、始業式とかにも間に合いますね、うん、最高のデビューが、はい、そうですね。だいぶ違うと思います。なんかファインケアクリニックっていろんなところにあるじゃないですか、はい、そうですね、はい、通うのって他の院とかでも行けるんですか？はい、もちろん可能になります。今日新宿に来てくださったんですけど、はい、他に渋谷と上野と銀座、うん、4店舗あるので毎回行き来していただくことができるようになっているので、うん、予定に合わせてご予約をお取りいただくことができますね。それめっちゃいいですね。はい、施術時間も1時間半から2時間ぐらいで、はい、全身丸々できるので1日でも本当に終えられますね。人気の
照射部位ってどこなんですか？そうですね、やっぱり皆さん全身される方がほとんどにはなるんですけど、そうですよね、せっかくやるならもう全部やってみたいな、ね、なります。でも一番特に人気の部位ですと、やっぱりこうシェービングが大変なところ、もうお顔とデリケートゾーンっていうのがかなり人気でして、で今夜のこの後施術受けていただくんですけど、はい、ちょっと照射の機械が特殊なんですよ、すごいヘッドが細いので、あとで見ていただければと思うんですけど、お顔とかって普段シェービングされますか？たまに。そんなに頻繁ではないですかね、はい、そうですね、結構眉毛とか口周りする方多いと思うんですけど、やっぱメイクのりも変わりますし、肌トラブルも少なくなるので、女性はねお肌命だと思うんですけどそうですよね、鼻の頭とかも全部黒ずみとかも打てちゃうので、顔は結構人気ですね。顔は確かに絶対やった方がいいですね、あとまあデリケートゾーンはもう皆様女性はね衛生面的にされるっていう方がほとんどなので、もうそこはもうなんかマストっていう感じな人が多いですね。確かに、はい、女の子の日とかは蒸れてしょうがないじゃないですか。そうですよね、ない方がやっぱ快適ですもん。全然違いますね、蒸れだけじゃなくって匂いですとか、あとかぶれですとか、そういうのも軽減できますね。なんか脱毛の機械もいろいろあるじゃないですか、種類が、ね、なんかどのレーザーがいいんですかね結局。そうですね、あの医療脱毛っていうのが2種類機械があるんですけれども、熱破壊式レーザーっていうのと、あ、聞いたことある、ありますかね、蓄熱式レーザーっていう大きく分けると2種類ございまして、医療脱毛するならもう圧倒的に熱破壊式レーザーの方がおすすめです。先ほどもお伝えしたその毛を生やす細胞自体を直接的にもうなくすことができるので、少ない回数で早くなくしたいっていう方は熱破壊式レーザーのがおすすめなんですけど、蓄熱式レーザーっていうのが結構他のクリニックさん取り扱ってるところがすごく多くって、パワーが弱い分お痛みが少ないので、あ、その分回数がすごくかかってしまうっていうところがあるので、もう少ない回数で早くっていう方はもう熱破壊式レーザーの方がおすすめですね。じゃあ多分これみんな気になると思うんですけど、はい、破壊の方が痛いんですか？一般的にはやはり痛いものが多い、まあ、パワーがねどうしても上がる分、その分効果があるのでお痛みが強くなるものが多いんですが、じゃあ当院はあの最新機種の熱破壊式を使ってまして、あの照射中にずっと冷風が吹いてるんですよ。なのでもうお痛みもそうですけれども、本当に冷たいっていう風に感じるぐらいなので、お痛み弱い方でもすごく始めていただきやすくて効果も実感しやすい期間になってますね。ジェル塗られたりされませんでしたかね？されました。寒いんですよね、あれだと。あれがなくってジェルを塗らないので、もう表面的に照射してるところだけがもう常に冷たいっていう、全部じゃなくってピンポイントで冷たいっていう形になりますね。めっちゃいい。それ寒くならないし、終わった後拭いたりするじゃないですか、あれもなくなるから。そうなんですよ、楽ですね。だいぶやっぱり効果あるけど痛み少ないもので打ちたいじゃないですか。そうするとなるとトンはすごくおすすめですね。なるほど、はい、さっき蓄熱式と破壊式があったじゃないですか、はい、破壊式だけ置いてるクリニックってあんまりないですよね。そうですね、もう都内でもほとんど少ないですね。あの両方置いてるっていうのは基本的に多いと思うんですが、気質に合わせてですとかで、っていうのでやっぱりこうどうしても選べないところが多いので、もう熱破壊式だけ置いてますっていうのがかなり少ないと思います。熱破壊式って蓄熱式より高いですよね、1回10万とかするとこう多くないですか？そうですね、熱破壊式だけっていう風に探すと結構そのぐらいのお値段するところがかなり多いと思うんですけれども、ただの今回は YouTube の方のキャンペーンをご用意させていただいてるので、はい、全身脱毛が79,000円で、月々1,900円で全身5回ご案内ができますので。1,900円？はい、2,000円以下。学生さんでも、あの始めやすい価格帯になってるかなと思いますね。月1900円で全身できちゃうんですもんね。そうです、医療が、はい、やばー私高校生の時お小遣いが5,000円だったんですけど、はい、あ、そうなんですね、全然いけちゃう、いけちゃう
信じらんない。やっぱ脱毛って高いイメージがあるじゃないですか、うん、です。今の時代がすっごい羨ましい。そうですよね、学生さんの時の方がやっぱおしゃれ楽しみたいお年だと思うので、うん、なおさら早くスタートしてあげた方がおすすめかなと思いますね。そうですよね、はい、それこそもうほんと賢い女子は早いうちに始めてますもんね、うん、多いです。学生のうちに終わっちゃったとか、はい、羨ましい。はい、本当に意識高い方は脱毛を始めるのがすごい早いですね。そうですよね、はい、早いに越したことないですもんね。ないです、一生ものなので、うん、はい、しかも女性だと妊娠、出産、子育てとかもあるから、うん、遅くなればなるほど行く時間もなくなるし、そうですね、学生でバイトしながら美容ももう終わらせておいた方が後が絶対楽。本当におっしゃる通りだと思います。そうですよね、はい、私もそう思います。はい、全力で推したい、若い子に特に。今のうちにみんな終わらせて、女の子特に、はい、いや男性もですけどね。そうですね、今男性も脱毛してる人多いですね、ね、うん、はい、ということで聞きたいこと全部聞けたのでありがとうございました。ありがとうございます。この後なんか先生の診察があるんですよね。そうですね、ご案内させていただきます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ先生の診察に行ってきます。はい、ということで今先生の診察が終わってね、いよいよ脱毛の施術が始まるということで、こちらが私のお部屋です。ジャムロック、ここでやってるよ、新宿院。今から着替えてピッピピッピやってもらいたいと思います。じゃあ着替えてきます。じゃあ僕と上に向けてください。ここに確認していきますね。はい、皆さんお願いします。あー涼しい。痛くない、涼しいのが勝つって今までで味わったことないです、この風のやつ。なんか氷みたいに冷たいのはあったんですけど、風はなかったです。あ、本当ですか。お髪の方大丈夫そうですか。私はそんな感じないですね。え、すごい。じゃあ待っていただいてどうぞ。めっちゃ細いですね、本当に。早っ、めっちゃ早い。あんな細いのに、あんな細いの早く終えられる方かなと思います。早っ。切りついたりとかも大丈夫そうですか。ないです。なんか全体的にひんやりしてる。気持ちいい肌が。ありがとうございます。お家に帰ってきました。コルくんに会えたということで、今日はね、りょうくんとゆんママがコルクくんのことを見てくれてたので美容デーができたんですけど、ありがとうございました。いいえ。何が変わったでしょう。そんなんわかるよ。クイズが始まりました。出てく時より変わってるわ、うん、何が。家から出てく時とまた変わってるね。ね、なんで着替えたの。パンツ一丁だったよね。反射で映ったら怖いじゃん。ちょっとなんかお風呂前だったので、もうパンイチで歩いてたんです。でなんか私が行くとこ行くとこずっとついてきて、ずっと廊下をフラフラしてたパンイチ小僧がいたんですけど、私がカメラを持った瞬間、なんか撮るの、服着ようって着始めました。着ないと。プロ意識はあるみたいです。なめんな、先輩に向かってどんな着てるの。なめんなよ。ね、何が変わった。9 8 7 6 5 4 3 2 1。眉毛。パパ気づいてくれない。眉毛じゃない、前髪。もっとこっち来て、ちゃんと前髪。前髪、前髪変わってない。おならでした。やめて。今日おならが止まんない日なんだね。そう、今日マジでちょっと止まらない。ずっとしてる。何、爪も見てるね。うん、ネイルはしないよ。ネイルはしないの。この子の誤飲とかがあったらね、対応できるように。ここ、え、何が変わったの。ほっぺん痩せた。は痩せてないよ。前髪がちょっと変わったよ。前髪じゃないよ、まつげだ。本当に、あれそんなくるんって上がってたっけ。そうでしょ。でかい、まつげパーマー。くるんってなってると。りょうくんいつもまつパしたらすぐ気づいてくれるよ。うん、まつげは気づく。髪色も普通か。正解はトリートメントでした。だから髪あれか、ちょっとあれ違うなってなったの。綺麗。
いや俺、前髪ってかさ、これ何バランス、全体のバランスがちょっと違かった。いや前髪って、美容院でトリートメントして、うん、そんな大きなことはしてないけど。いやでだからでしょ、多分だから前髪変わってるでしょ行った時と違うよ、前髪そりゃそうだよ、すっぴんだったもん。なんでじゃあさっき俺前髪って言った時違うって言ったんだ。あいつもと一緒、テストしたかしてないかだもん。スキンキュー、スキンキュー誰と無線してんのよ。無線してんの、マツパ美容院、あと脱毛サロンでした。ほら、チュルチュルになってる。いや、もともとだって俺からしたらあなたチュルチュルだもんチュルチュルだもん。チュルスベ、今日は毛づくしの日でございました。毛づくし、やだな気持ち悪い、気持ち悪い、ケケビ。この後はお風呂に入って私の一日は終わります。明日も一緒にいようね。うんうん、だっておやすみなさい。はい、ということで今回は私の美容デーに密着していただきました。皆さん最後まで付き合って見てくれてありがとうございます。今回はね、まつげパーマ行って美容院でトリートメントしてもらって最後に脱毛に行ったんですけど、まつげパーマしてると人と会話するときにやっぱ目を見て話すから、まつげがねくるって上がってるだけですごい目のキュルルンさが違うというか、すごい優しくてね可愛い目元になるのでおすすめなのと、美容院のトリートメントは私が行ってる美容院すごく良くて、チュルンチュルンなツヤ髪になれるんですよ。もう水分を含んだねシジみたいなツヤ髪って感じの仕上がりになるんですけど、最後に行ったファインケアクリニックさんで医療脱毛を今回してきたんですけど、医療脱毛ってねやっぱり高いイメージあるじゃないですか。で全身の脱毛をしたいですってなるとさらに高くなっちゃって手が届かないみたいな。私も YouTube やる前だったし、バイトしながら分割で脱毛に通ってたんですよ。だからすごくわかるの。高いよね脱毛。でもね美容脱毛って本当に美意識上がるし、肌質もすごいツルツルになって綺麗になるから全女子やってほしいっていうぐらいねおすすめな施術ではあるんですよ。だからみんなに金額で諦めてほしくないし、脱毛を金額で諦めるなんてもったいなすぎるって思っちゃうから、実はファインケアクリニックさんにお願いしてユンチャンネルの視聴者さん限定で全身の医療脱毛5回コースがなんと7万9000円でやってもらえることが決定しました。8万円以下は本当に破格だし、大丈夫ですかって心配になっちゃうぐらい。だって私医療脱毛全身ね5回やったことあってすでに終わってるんですけど、やっぱね大きい声では言えないけど本当に高くてうん十万してますから。それがこの動画を見てる方だけ特別に7万9000円っていうのはみんなが羨ましい。高かったもん私の時は。今はこうさ、もう脱毛してる方が周りにいっぱいいる世の中になってるじゃないですか。だからね本当に羨ましいです。正直本当に羨ましい。分割払いもできるみたいで8万円以下は安すぎる。この動画を見てくれてる方限定のキャンペーンになっているので、詳しくはぜひ概要欄に書いてあるのでチェックしてみてください。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。以上、ゆんでした。バイバイ。